岩佐歩夢は日本大阪府出身のレーシングドライバー。両親がかつてシビックレースなどへ参戦した経歴を持つレーサー一家に生まれ、自身も幼い頃からカーレースに親しむ。4歳を迎えた2005年よりカートに乗り始めキャリアがスタートする。2014年全日本ジュニアカート選手権 FP ジュニアクラスの東西統一戦を全体の2番手でチェッカーを受ける。 鈴鹿選手権、シリーズカートレースヤマハ SS クラス第2戦にて、初優勝を飾り総合7位で終える。2017年、鈴鹿選手権、シリーズカートレースパリラ X30 クラスでは、シリーズチャンピオンを果たした。2017年7月、上海インターナショナルサーキットで開催された第4戦の、アジアンフォーミュラルノーシリーズウェスポット参戦する。自身のシングルシーターデビューとなった。 レース1.2ともにポールポジションを獲得。決勝は両レース優勝へ届かず2位でチェッカーを受けた。11月に行われた最終戦の FIAF4 日本選手権へ B マックスレーシングチームからエントリーした。レース1.2と15位で終える。2018年は RN スポーツから第3戦へスポット参戦する。レース1では6位入賞を果たした。2019年 鈴鹿サーキットレーシングスクールのスカラシップ。選考会へ進む4名に選出される。選考会では、同校の卒業生4名を含む計8名で、レースセッションが進む。計測走行1回目は、ポールポジションを獲得。続くセット走行1回目は首位をキープし、トップでチェッカーを受け、ポールトゥインを記録した。計測走行2回目は4番手グリッドとなったものの、 セット走行2回目を2位まで追い上げるレース運びを見せた。この走りが評価されスカラシップ獲得となった。2020年よりホンダフォーミュラドリームプロジェクトの育成メンバーとしてレース活動を行う。この年から日本を離れヨーロッパへ渡りフランス F4 選手権へ参戦する。ポールポジション5回、優勝9回、表彰台圏内15回と圧倒的な速さを見せ、 タイトル争いを制した。総合2へ同じく HFDP 所属の佐藤蓮が入り、日本人が上位1-2を独占した。2021年1月、ハイテック GP から FIA フォーミュラ3選手権へ参戦することを発表。ジャック・クルフォードとロマン・スタニエクがチームメイトとなる。1月末より開催された F3 アジア選手権へハイテックからエントリーする。 第4戦、レース1では3位表彰台を獲得した。リタイア1回を除くすべてのレースで入賞を果たし、ランキング8位につけた。初出場選手のポイントランキングを争う、ルーキーカップでは1位の成績となった。2021年1月、ハイテック在籍に伴い、レッドブルジュニアチームへ加入することを発表された。ありがとうございます。